今日はすごく体調が良かったです。パフォーマンスがね今日は朝から高かったです。今日めちゃくちゃ俺の中で今までに再度気づくとかじゃなくて初めて気づいたこと、これをお話しさせてください。走ってる時にパッと思いついたんですよ。でそれを深掘りして考えたら多分そういうことなんだって。で結論を先に申し上げますと、感謝することってすごく大切なんだけど、それを感謝しないようにしてしまっている自分がいたんだっていうことです。感謝って絶対いいことなんですよ。それは相手にも自分にもいい。それはありがとうとか嬉しい、本当に感謝ですみたいなことを言われた方は絶対に嬉しいですよね。自分も言われたらめちゃめちゃ嬉しいですし、そして自分が発する言葉で喜んでくれているエネルギーをもらってまた、自分も嬉しい。そして嬉しいとかありがとうとか感謝とか言っている自分の脳みそに刷り込まれて全部ここで回ってる、ありがとう感謝最高です。それはすごくもう紛れもなくいいことでしかないけれども、それを歯止めしちゃってる自分がいた。それはなんでかって言ったら、自分の手柄にしたいから。自分、俺の性質なのかもしれない。でもね、何か多分皆さんにもつながるところがあると思う。何か自分が思いついたアイディアとか、あと喋ったこととかね、をその誰かが勝手に自分のことのように話してると、なんかあれそれ俺が言った言葉だからとかっていう時ないですか？その感覚です。自分、今ね、俺の感覚というのは、なんか自分で、まあ一人で生きてきたわけじゃないけれども、自分の力で自立して、この人生をくぐり抜ける。それがまず第一前提で必要なんだって、思って生きてきてるわけです。だから、誰かの力を借りて、頑張っていきたいっていう、その欲は少なめなんですよ。うん。それを、自分の力で生きてきたからこそ、なんかそれを自分の手柄にしたいという欲が発生してる。誰かに何かしてもらったとして、今ねもういろんな方に支えてもらって、直近で言えばスポンサーさんだったりとか、スポンサーというくくさんというくくりっていうのはちょっとあんまり響きとして微妙だけど、なんか自分のことを応援してくれてる人とか協力してくれてることとか、スポンサーさんっていうのは自分のことをお金として支援してくれたりしながら、応援という気持ちを、くれている。支えてもらってる。これはもう本当に生活基盤を支えてもらってるっていうところもありますから。あとは、コメントだったりだとか、そこら辺で声かけてくれてる、応援してくれてる方っていうのは、言葉だったりとか、気持ちだったりとか、そういうところで応援してくれてるっていうのがあるわけじゃないですか。それは最近だと、まあそれがもう、めちゃくちゃそのまんまね、だって支えてもらってるわけですから、それが気づいてるわけですけど、自分、スポンサーさんとかだってここ2年、3年ぐらいですから、ね。で、感じることができてるんですけど、今まではずーっと自分で立とうとしてた。だから、話を戻すと、待って、ここに書いたのね。今ちょっと飛んじゃった。自分の、やってきたことだから、自分の手柄だと思いたくなっちゃう。さっきの言った心理じゃないけど。それは、自分の視点なんだ。自分の視点なんだ。自分の性質、思考性だったんだ。だったら、そこを今気づいたわけだから、ブン取り替えよう。取り替えましょう。だって、俺の力だけで生きてきたわけじゃないし、そもそもが。俺の力で生きたいと思ってただけ。だから、感謝ですよ。本当に。感謝をすると、いいことがたくさんある。感謝をしたら、だってさっきも言った、この性のループが回りますっていうのはもちろんあるけど、いやー、今日めっちゃむくんでるわー。よかったー。ありがとう。みたいな感じ。よっしゃーとか言うんですよ、自分。うわー、今日めっちゃむくんでるんですけど、最高なんですけど、みたいな感じで言ったりするんですよ。それは強制的に言葉でそっちに引きずらせてるんですけど、そのむくんでいることって、すべてがデメリットじゃないんですよ。この
ここの部分でデメリットだと自分、なんかむくんだりだとか、麻痺したりっていうのがすごい嫌なんですけど、でも、ここがあるからこそ、なんか、他にも影響が出にくい。一番ここに最近、最初に捉えるわけだから、あ、塩分が多いんだろうな、糖質が多いんだろうな、みたいな感じで捉えるわけだから、そこで糖質とか塩分を再調整しようってなるわけじゃないですか。体に出る前にここに来るわから。これだとしたら、これがシグナルがすぐ気づきやすいポイントになる。だとしたら、それはメリットじゃないですか？っていう風に考えたりできるようになる。むくみ、最悪なんだけど、でも最高でしょ、みたいな。そうすると最高とか、いや、めっちゃ、な、ありがとうじゃないかもしれないけど、それはね。いや、めっちゃむくんでんだけど、めっちゃ嬉しいとか。そういうことをすると嬉しい。まあ、だから今のちょっとずらしちゃった。ずれちゃった。感謝とかありがとうとか、まあ嬉しいとか、まあ同じようなエネルギーですけど、そこを、話すことによって、そこのありがとう視点になるし、嬉しい視点になるし、最高視点になるみたいな感じです。ちょっと最後、ぐちゃっとしちゃいました。ごめんなさい。というわけで、最後戻すと、おさらいは、自分はなんで感謝をすることが、今でこそできるような感じになってきてますけど、それがなんで少ない感じだったんだ。それは、自分の手柄にしたいと思っちゃうクソ思考があったから。それだけ気づけば変えられる。ちょっと噛みそうになった。お疲れ様です。